ハープ競争曲編の長長 HWV294A は1736年に初演されたゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル作曲の独創ハープのための競争曲。世界最初のハープ競争曲である全三楽章、独創楽器をオルガンに変えた別校もある。ヘンデルの競争曲、合奏競争曲の多くは舞台作品を上演する際に 幕愛の余興として演奏するために作曲されたもので、ある。本曲も、昭和、アレクサンダーの共演が、コベントガー電劇場で1736年2月19日に、初演された時、人よの出し物としては短すぎるため、同時に初演するために、ハープ競争曲、合奏競争曲派長長、アレクサンダーの共演 HWV318、イタリア語カンタータ。 チェチーリアよ、眼差しを向けた前 HWV89、オルガン競争曲と、蝶々 HWV289 の4曲を作曲したものである。ただし、ハープ競争曲は、幕愛用ではなく、昇華の本編に組み込まれて演奏された。1738年に出版された、アレクサンダーの共演の出版符にはこの競争曲は、含まれていないが、 第一部のレチタティーボ、糸高く座したる、ティモテウスの後に、ハープ、リュート、リリコード、その他のための競争曲が置かれており、本曲のことと考えられる。このレチタティーボは、ティモテウスのリラ演奏の様子について歌っており、ハープ曲が演奏されるのは歌手と合っている。ヘンデルが使用したハープは、トリプルハープであり、ペダルを使わずに、すべての半音が演奏できたが、演奏は、 非常に困難だった。ヘンデルはこの楽器をオペラ、ジュリオ・チェーザレ、オラトリオ、エステル、サウルでも使用している。初演から2年後の1738年にオルガン競奏曲集作品4がジョン・ウォルシュから出版された時、ヘンデル本人が本作品をオルガン競奏曲として編曲した別行がその第6番として収録された。 管弦楽の楽譜はリコーダーおよびバイオリン用が2部と低音用の3段からなる。バイオリンが弱音器付きであること、低音がピッチカートで演奏されること、および管楽器がリコーダーのみであることは、独奏楽器がハープであることを配慮したためと考えられる。曲は前奏部分と独奏楽器のみの部分が交代する。旧管休の三楽章から構成される。 アンダンテアレグロ、44拍子変の蝶々ラルゲット、34拍子と、単調をアレグロモデラート、38拍子変の蝶々特に第一楽章の、冒頭は親しみやすい旋律でよく知られ、松田ルーチェやハウス食品のザ・ホテルカレーなどの、コマーシャルの BGM として使われている。ありがとうございます。